早々のフリーレン78話に対するみんなの反応集。それではどうぞ。こんなに色気のない職種プレイ初めて見た。お色気お姉さん、免疫、ぶっとい職種、エッチすぎるだろう。メトーデさんだったら絶対両手両足丸の上下を上手に巻かれてたはずだ。俺もスリッパをぶつけて戦いに参加したんだけど気がつかなかったよね。いい話かと思ったらオチでダメだった。フリーレンが恋愛に疎くなければ普通にくっついてたんじゃね。フリーレンが悪くね。千年くらいじゃ恋愛の機微はわからなかったのだ。ヒンメルもフリーレンが疎いことを知りつつ好意を寄せていたわけだし、致し方なしでは。やはりフリーレンはまだ恋も知らぬ乙女なのだ。フリーレンの年齢の本来のエルフの恋愛情緒はどんなもんなのかによるだろうな。種族的にまだ恋愛頭脳5歳児が当たり前ならフリーレンに非はないが、フリーレンが特別に鈍感なら話は別だ。恋愛だけじゃなくエルフは感情薄いよね。魔族に結構な数の仲間やられてるのに、長命タネって生物としては退化してるよね。まあ老いないし殺されない限り死なないなら子孫を残そうとも思わないだろうからな。自分が下手すると万年単位で生きるから子孫いるって気持ちになるのはわかる。欠落しているとは言うが、ジェイリへの人間思いなところとかフリーレンのヒンメルへの思いとか見てる限り単にやる気出してないだけだな。決断をいくらでも先延ばしにできるって言ってるしな。人間なら10年恋してたとか言うとやべえレベルの激おも感情だけど、エルフなら10分恋してたとかそんな感覚なんだろうし。エルフが1万年生きると仮定すると人間の100倍以上、人間にとっての10年はエルフにとっての約1ヶ月。勇者の式程と RPG のアイテムだったらなんかストーリー進行に関わるイベントフラグ立てる系アイテムになるやつ。やばい。いや実はすごい技術なのかもしれない。4本腕の魔族との対戦経験から腕を2本追加する鍛錬してるんだよ。エルフの集落単位で必要になったら子供を作るとかそんなんなんだろうか。まあ実際欠落してるだろうか。つては勇者パーティ全員見回したるくかりにも男と向き合う距離感じゃねえよフリーレン。そういえば勇者 PT は男3人がフリーレン誘うヤバい構図だったな。外顔だから室内でできることをするのはわかる。それはそうと2人で過ごすのが自然になってて、これはシタルクはきちんと自主練してる描写がちょくちょく入って好感度が高いわ。俺これでいて臆病だというのもよし。これぞ部の極みも早わしに教えることは何もない。宿屋泊まるときはシタルクとフェルン別部屋取ってるから、どっちかが部屋に来てるんだよな。ベッドが2つあるからフリーレンとフェルンの部屋にシタルクがいると考えるべきかな。部屋が全て2人部屋しかない宿屋とかじゃなければ。部の極みが完成すると危険に近づけなくなるんです。生きているうちにもっと知ろうとすればよかったという葬式の時の後悔が出発点だろうから、具体的に何を話すかとか明確に決めておく必要もないのでは。シュールな職種プレイで引きだったけど、次回は何事もなく回想でクラーケン退治されて終わってそうだな。これシタルクに言ってるってことは魔法よりも物理の方が相性のいい敵なのかな。さっさと足をぶった切ってねってことだろう。フリーレンはどんだけ露出あっても絵丸くないのなんて。だが待ってほしい、ミニスカフリーレンはエッチだったのではないだろうか。とりあえず電剣との合流フラグは立ったのか。クラーケンの触手に巻きつかれたフリーレンさんを見てると、そのすごく持ち帰りたくなりますね。黄金鏡というとメイドインアビスかダンジョンメシか校舎も地獄見たくなってきたし、いずれにせよろくなもんじゃなさそう。魔族によって黄金に変えられてる時点でろくなことになってないの確定なんだよな。興味ないにしろエルフが存在しているんだから繁殖能力はあるんだよな。最初にごそっと作られてそれっきりかもしれない。生殖する方がレアケース。初期のエルフは別の生き物から生まれてきたとかなら、その別の生き物がたくさんエルフを産んで、その後にだんだん減ってきているという感じなんじゃないだろうか。作画剣道の素振り見ないで書いたな。半身の向き切り替えながらの素振りかもしれないから、これやるのなぎなたとか長物だけな気はするが。
振り下ろす間に持ち手を逆にして切りかかる高等技術かもしれない。鏡切りの練習かもしれない。ああやって持ち替えることで左右どちらから振っても切っ先が伸びる。そんな船で渡るん？と思ってしまった。大型船とかに移るのかと思ったらそのまま渡ってて笑ったわ。下手な内海より広くてモンスターも出る海をあれで渡るおっちゃん命知らずすぎるだろ。ちょっとでも風吹いたらダメじゃんという絶望でかい船も通ってんだしそっち乗りなさいよ。大型船の方が金かかるとかあるんだろう。そういやこのパーチ金欠気味だったな。底辺からの成り上がり宮廷魔術師の俺が黄金に変えられた故郷を救うために最強最後の七宝剣を倒しちゃうんだぜ。始まります。実際にたどり着いたやつに会ったことがないのは全員死んだからなんだよな。もしもそうなら封印の結界の維持と管理を任されたおじいちゃんは現地に行ったら大量の黄金像が立ってるパターンだよね。一級魔法使いの人がその情報を持って戻っているはずなのにヤバいやつがそこにいるよってのは伝えてないのかな。情報が伝わるまで時間がかかっているとしても監視の人を配置したわけだし侵入する人らを止めたりしなかったのだろうか。ただ一級魔法使いでさえ旅するのが危険な地域だからそこまでたどり着けてないってだけなのかもしれないのかな。クラーケンダのおっさんが汗のかき方とか口の開き方のせいなのか一瞬ギャグっぽく見えてしまった。年末号では黄金都市は前々から知られてて遠巻きに監視してたって感じの描写だったけどそういうわけでもなかったのか。ヒンメル生存時は七宝剣のうち二人は逃げて消息不明だったわけだし七宝剣の黄金教魔鳩が活動を染めたのはアウラみたいにヒンメル没後だろうから伝剣のふるさとが黄金教になったり魔法教会が封印して管理してるのはここ最近や数年の話なんだろう。フリーレンの寂しそうな顔色っぽい。今回はここに全力を出したかのようだ。大丈夫、ヒンメルの式にエッチなこととか書いてない。投げキスで気絶した日のこととか。気持ちを理解する云々より単純に性欲ないのがでかい。空滅びるわ。フリーレンは黄金鏡に何か思うところありそうだったね。電気読んでるところは美人でした。またあっさり季節を超えたな。フリーレンは黄金鏡が魔族の手によるものだってのは分かってそうだな。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。